はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、いきましょう。本日の無料ガチャでございます。で、こう、今度こそ終わりですね、土日で。で、SR 確定でございます。ありがとうございます。ということで、もうユニキバとかいいやっていう感じになっちゃった。あの、沖野くんとカジくんですね。この二人がもう欲しいっていう風に切り替えていこう。演出出るよね、出るよ。お、2枚出た。なんでびっくり。出るんかよ出るんか。まあ、PSR じゃないと、まあ、ユニキバ意味ないかもしれないですけど、一応ね、OK ということで。あざっす。てか、通常と、あれ、両方いいんだね。あ、大きいのいいっすね。あざっす。嘘だ。マジで持ってなかったんですよね、この子。引いてないんだよね、確か。デビューガチャ引いてなくて、それ以来、あの、チケットとかでも一切出なくて、うん、今頃出るっていう。そうね、PSR 欲しいかな、どっちかって言ったら。まあ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 。で、沖野くん R 嬉しいっす。一番これが嬉しいかも。はい。ということでございました。てか、あれなんだ、しぐれとか通常と両方出るんだね。あざっす。じゃあせっかくだから解放する？騎馬妹はね、もう多分速攻45ぐらいだったら余裕で、あの、溜めてたので、いつ来てもいいように溜めてはいたので、多分速攻できるような気がするんですけど。何をどうしたらいいんだ？PN 終わっちゃうね、もうすぐね。意外とガチャポイントなくてですね。意外とでもないか。ガチャポイント全然なくてですね。次のアイテムガチャウィークとか全然絶対引けないなっていう感じなんですけど。いや、出るんだね。びっくりしちゃった。人名。キバ多分ね、いろんなとこに転がってると思うんで、いや、もういい加減整理させてほしいなっては思うんですけど。キバさん、キバさん、まあ、ここにプラゴ50がいて、プラゴがいて、どこにいんだろう。多分ね、あれいなくね。通り過ぎたね、絶対通り過ぎたね。あ、いたいた。いたけど、ちょっと待って。キバどこ？いた。あと PR がいいな。50音で。木ですよ。あ、いたいたいた。これが、で、多分これだけじゃなくて、あの、裏っつうかね、あっちにいるんですよね。プレボにいっぱいいるんですよね。いんだよな。ちょっと混ぜづらいんでごめんなさい。ごめんなさい。裏でやりますということで、ありがとうございました。すいません、許してくれ。許してくれ。怖いよ、怒られるよ。はい、ということで、まあ明日ね、まあ今日、まあ未勝利引けたんで、まあ良かったかなっていうのと、まあ最後にね、沖野くんとカジくんのね、何かしらが手に入ったら嬉しいなということで、はい、そんな気持ちを込めて今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さん、ピースな日をお過ごしください。バイバイ。